山賀聖歌さんという、つづれ織りという、技法を、手掛けた、染色家の方で、1935年の作品で、昭和の初めに作られた作品になりますね。で、この方もですね、もともとは日本画を描いていらっしゃったんですけれども、上坂節家に師事して図案を学んで、でこういう染色図案、染色の作品の構図案を、描くところからスタートするんですけれども、そこから自分で図案を考えて、その糸を染めたりして、糸の準備をして、で織るというところまで、こう一貫して一人でその制作を手掛けるという、いわゆる染色作家という存在の先駆けになった人でもあります。でこの方の、つづれ織りというね、京都でもですね、西陣で伝統的に手掛けられている織り方ではありますけれども、屏風の作品として、立花っていうのは、これ池坊がね始めた、いけばなの一つのやり方ですよね。こう上にこう立ち上がるように、こう花をこう生けるようなスタイルということなんですけれども、ここではその立花をテーマに、異なる、おそらく右側が春の花を生けていて、で左側が秋の、花を生けているというふうな、そういう、こう対比で表現した作品になると思います。で近くに寄っていただきますと、右は桜と松かな、を、あしらっていて、で左側は系統を、中心にあしらっているんですけれども、で絨毯のね、異国風のこの絨毯の上にこう花が置いてある様子が表されていまして、絨毯のように表された部分がですね、さまざまな、そのなんていうかな、糸が用いられてるんですよね。種類もさまざまな種類の糸が用いられるんですけれども、その糸の、例えば輪糸っていう、こうちょっとこう輪にした部分が表にこうピュッとこう出てきてるような糸であるとか、あとその昆布糸って言って、昆布をいっぱいその糸の途中に作って、ちょっとこう凸凹した凹凸のある糸を使ったりとかしてですね、絨毯の質感っていうかを、糸の凹凸でこう表しているというふうな、そういうところもこう見どころになっている作品ですね。大変この立体感のある感じがするんですけども、これはその刺繍をしているということではなくて、あ、そうそそう、の織織り物ので、技法で。織って、その糸の種類を変えて、糸の撚りとかですね、こう麻とか、一般的なこの絹糸だけではなくて、麻糸であるとか、あと毛糸みたいな糸であるとか、非常にこうさまざまな糸を、組み合わせて、ちょっとこう立体感を作り出している。でその技法を、自ら手織り錦っていうふうに名付けていらっしゃって、でこの方の作品にはこの手織り錦っていうのは必ず技法の説明としてこうタイトルに付けられていますね。